こんにちは。前回は1回目と同様におすすめしたい漫画、スポーツ漫画編を紹介しました。今回は絵を描く人におすすめしたいイラストに関する参考書、背景編を紹介したいと思います。まず1冊目です。1冊目はこちらの八平の背景画集漫画プロアシスタントの仕事という本です。この本はプロの漫画アシスタントである佐藤敦弘さんが実際に描いた背景がほぼ原寸で掲載されている、背景画集です。デスノートやチェイサーゲームなど多くの作品の背景を手掛けている佐藤さん、その作家に合った背景を描き分けているため、一枚一枚にそれぞれ違った味があり、見ていて参考になる、勉強になるところが多くあります。中身はすべてモノクロで、漫画を描く人に向けてということで絵の大きさは原寸、それぞれに解説やエピソードが綴られています。この本は月と雪のそれぞれ全2巻があり、調べたところマンダラケにて販売委託をされていました。著作権の都合上中身はお見せできないのですが、ツイッターでも作業途中経過の画像もツイートされています。ぜひこれを機にアカウントを覗いてみたり、購入してみたりしてはいかがでしょうか。続いて2冊目です。2冊目はこちらの吉田誠二作品集パーステーテクニックという本です。この本は背景グラフィッカー、イラストレーターである吉田誠二さんの初の画集となっています。全ページカラーで、ところどころ見開きの書き下ろしイラストや線画、キャラクターデザイン表が掲載されており、後半では背景を描くコツ、カラーイラストのメイキング工程を分かりやすく解説付きで掲載しています。私は吉田さんの存在はあまり認知していなく、偶然立ち寄った書店でこの本と出会いました。私は漫画作品を作成しているにもかかわらず、背景が納得いくものを描けずにいました。しかしこの本を発見し、自然なサイド、世界観はもちろん、帯に記載されているキャッチコピーに、パースを使わなくても背景は描けるという言葉に惹かれ購入しました。背景を描くことを苦に感じていたのですが、この本と出会ってから自然と自分から背景を描いてみようという意欲が湧くようになりました。漫画だけでなく、今後カラーイラストを描く際など参考に重宝していきたいと思いました。今回はおすすめしたい参考書背景編を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。参考書じゃなくて画集の紹介じゃないかと感じた方もいらっしゃるかと思いますが、私の中ではこれらの本と出会ってから作画の仕方を教えてくれただけでなく、意欲や行動も変えてくれた参考書のように感じたので紹介いたしました。見てくださった方の中で絵を描くことが好きな人、絵の仕事に就きたいという方もに、少しでもこの本の魅力や気持ち、絵を描くにあたっての変わりたいというきっかけを与えることができればいいなと思っています。最後まで見てくださりありがとうございました。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。次回はおすすめしたい参考書人体編を紹介していきたいと思っていますので、次回も見てくださったら嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。